ギュンター・エッティンガー・ギュンター・ヘルマン・エッティンガーは、ドイツの政治家。欧州委員会デジタル経済、社会担当委員、2017年より、同人事、財政担当委員。バーデン・ビュルテンベルク州首相や欧州、委員会エネルギー担当委員を歴任した。キリスト教民主同盟所属、シュトットガルト出身。早くから政治に興味を持ち。 中敏元大学法学部に在学中の1977年に、故郷の立賃元に、キリスト教民主青年同盟、ユンゲユニオンの支部を作り、地区の党代表となる。翌年第一次司法試験に合格して、大学を卒業、司法修習に入り、1982年に国家司法試験に合格。2年間税理士事務所で監査人として働き、1984年に、 弁護士免許を取得して、監査事務所や法律事務所で働いた後、1988年から共同経営者となる。一方、1983年から1989年まで、シュバーデンビュルテンベルク州議長を務めた。この間、1980年に、リィッツンゲン市議会議員に初当選。翌年同議会で、セディ議員団長。1984年に、 バーデン・ビュルテンベルク州議会議員に初当選し、1991年から2005年までセディ議員団長を務める。1999年からはセディ連邦メディア政策委員会委員長。2001年から2005年までセディ北ビュルテンベルク議長。1991年以来バーデン・ビュルテンベルク州、首相はエルビントイフェルだったが、2004年3月になって彼が、 近々退任を表明するつもりであることが判明すると、エッティンガーは早速その後継に名乗りを上げた。トイフェルが退任を正式表明したのは、半年後の10月でもう一人、州文化教育省のアンネッテ・シャーバンも名乗りを上げた。トイフェル自身は彼女の後継を希望したが、12月に行われた州の党員投票では、若さで勝るエッティンガーが勝ち。 シャーバンは後継への名乗りを取り下げた。エッティンガーは2005年4月21日、正式に州首相に就任した。間もなく4月29日には、セディの州議長に選出された。2006年の州議会選挙では自由民主党との連立で過半数を確保し、2期目に入った。2007年7月には、ベンドリンメンウルム間の新鉄道路線建設で、 ボルフガング・ティーフェンゼ交通省、ハルトムート・メイドルンドイツ鉄道総裁と合意した。20億ユーロとされる建設費用のうち9億5000万ユーロを州が拠出することが決まっている。2009年、メルケル首相の推薦により、次期欧州委員会に委員として加わることが発表された。エッティンガーはこれまで、 欧州政治に関わったことが全くなかったため、欧州議会の一部には反対の声もあったが、ジョゼマヌエル・ドゥラン・バローゾ委員長は、メルケル首相の提案を受け入れ、養殖であるエネルギー担当委員とした。エッティンガーは11月に、欧州委員就任を控えて、セティ州代表を辞任した。翌年2月9日の欧州議会による、第二次、バローゾ欧州委員会承認に伴い、翌日、 エッティンガーはバーデンビュルテンベルク州首相を辞任して欧州委員に就任した。公認の州首相には当州代表の公認でもあるステファン・マップスが就任した。2014年に欧州委員会委員長がバローゾからジャンクロード・ユンケルに交代し、新たにユンケル委員会が発足すると、エッティンガーはエネルギー担当委員からデジタル経済社会担当委員に異動となった。 2017年には、前任者の世界銀行転出に伴い、財政、人事担当委員に異動となった。1994年に結婚し、和尾がある。シュバーベン方言のきついなまりと、早口な喋り方で知られる。2004年に、ドイツ連邦共和国功労勲章第一党十字章を受賞。ギュンター・エッティンガードイツ政界でも右翼に属する、エッティンガーの言動は、 以前からしばしば批判の対象になっている。ありがとうございます。